サハーナ・プラダン・サハーナ・プラダンは、ネパールの政治家、元外務大臣、女性、ネパール統一共産党からコイララ内閣に入閣、登場人委員会委員、ネパール政権議会議員、冷静沈着で知られる、カトマンズのネワール族出身、幼少時をビルまで過ごす、ネパール共産党の初代総書記であったプシュパラール、シュレシュタと結婚、 1978年に夫が死亡すると彼女自身がネパール共産党プシュパラール派を指導。より穏健な方向に導く。1987年、プシュパラール派はネパール共産党マンモハン派と合同、ネパール共産党マルクス主義派を創設する。1990年の民主化運動の時にはネパール共産党マルクス主義派を代表して、 共産党系の政党の共闘組織、統一左翼戦線に参加、議長に就任するが、運動が本格化する前に逮捕されてしまう。最終段階で釈放され、政党代表の一人として政府との交渉を行い、パンチャーや都政の廃止を強く訴える。1991年ネパール共産党統一、マルクスレーニン主義派の結成に参加。百九十八年、 統一共産党を離脱、ネパール共産党、マルクス・レーニン主義派議長。2002年、マルクス・レーニン派は、統一共産党に復帰。2003年、党中央委員に復帰。2007年、外相として来日、河村正彦外相と会談。日本の国連常任理事国入りを支持した。2008年4月10日の政権議会選挙では、比例代表区名簿順位2位で当選している。 ネパール共産党、毛沢東主義派などから、初代大統領に押す声があったが、統一共産党が、マーダブクマールネパール元総書記に固執したため、実現しなかった。2014年9月22日、脳出血のためカドマンズの病院にて86歳で、死去。ありがとうございます。